きましてはですね、福島からの、出演者です。わざわざ福島からやってきてくれました武田雄介さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Yeah.
半分ありがとうございます。飲んでる人いないですね、私ね、飲んでる人もいたら嬉しかったな、うん、私大好きです、あざす福島の方で普段活動させていただいて、ロンドンとかねやらせていただいてるんですけども、路上も行ったことあるのはですね、山形市と、鶴岡市と酒田市で行ったことあるので、あと嬉しいところに行ったことしか思います。この音楽の最初のスタートって何かなって考えたらですね、ゆずがスタートなわけです。なので、今日はスペシャルゲストをここでちょっとお呼びしようかと思います。企画していただきました、歌い人ゆずさんです。大きな拍手を。よろしくお願いします。CD を持ってきてます、普段ですね、1枚500円で売ってるんですけども、今日は初めての作曲新調ということで、無料でお配りさせていただきますので、手紙だし飲みたくなったとか、ちょっとお気に入ってもらえたら声かけていただければ CD をお渡しするので、お声かけてください。よろしくお願いします。デカビタシ美味しいですよね。デカビタシ美味しいですね。めちゃめちゃ美味しいです。ね、はい。私も飲んでますよ。ありがとうございます。それでは僕もですね、始まりはですね、ゆずだったので、ゆずから、音楽を始めました。二人で、セッションしていきたいと思います。実は、今日が初めましてなんですけど。そうです。初めまして。はい、初めましてなんですけど。きっと会うことを信じてやらせていただきます。曲名はですね、武田君お願いします。ゆずのレコという曲でございます。はい、よろしくお願いします。
なんて感じは最高ですね。先生どうですか。先生それでは、もう一曲です。一曲がない。はい。やらせていただきたいと思います。たくめ、お願いします。はい。夏なんで、夏の曲言ってもよろしいでしょうか。ゆずといえば、この曲でございます。夏よっていう曲を、夏よ最後にお届けして終わりたいと思います。今日は聴いていただきました。ありがとうございました。それでは、行きます。夏よ。素晴らしかったですね。